アメリカインディアンの石族フランス北西部、ブルターニ半島湿度の石族石族は、石を材料として作られた矢尻のこと。矢の先端に紐などで固定させて用いる、一つ用の小型の石器である。石製の矢尻などとも言う。また古い言い方では、石石弓、矢のネイシなどとも言う。狩猟に用いられた矢の先端には石、動物の骨や角、 金属などが取り付けられたが、このうち石を用いたものが石属である。旧石器時代後期のソリュート文化の見られる、スペイン東部の遺跡からは、帰りのついたフリントの石属が発見されている。しかし、旧石器時代には狩猟の対象が巨大動物であった、ため、弓矢よりも投げ盛り機の方が有効だったと考えられている。 弓矢の使用が本格化したのは、氷河の交代によって森林が発達し、飼料の対象が小型化してからと考えられている。ドイツのアーレンスブルク期の遺跡からは100本以上の矢が発見されているが、その先端には、石族が取り付けられているものと取り付けられていないものの、両方が発見されている。17世紀のスコットランド人は、新石器時代の角石製の石族を、 エルフの矢と呼んでいた。この矢尻は新石器時代人が癒しの儀式の際に用いていたものであったが、17世紀の人々は魔女やエルフが戯れに人や家畜を傷つける目的で使ったものと信じた。一方で、エルフの矢を時に護符として身につけ、また、銀製品と合わせて携えることで呪いよけの効果が上がるとも考えていた。来た。 アメリカで発見された石族港が流域に城郭集落が出現した紀元前3000年期頃から石族が現れ遺跡で犠牲者の遺体が見られることから集団間の武力衝突が始まっていたものと見られる。日本の石族日本においては縄文時代に弓矢の使用と共に現れ縄文、弥生時代において主に狩猟具として使われた。石族を底辺の形状が 直線になっているものを、平はじめ、くぼむものをくぼもと、突出するものを、とつもとの三種に分け、茎の有無で分けると、全体を、平はじめ式、大木き式、とつき無形式、とつき有形式の四形式に分類することができる。石族と同じような石器に、旧石器時代の戦闘機がある。この刃型戦闘機が、とイアりで、有絶戦闘機が投げアりである。前者の方は、 長さ、重さの変化の幅が大きい。後者の方はその幅が小さい。石属の歴史縄文時代の矢尻は厚みが薄く三角形である。それに比べ、弥生時代中頃の近畿地方の矢尻は分厚くて重く、中には三角形のものもあるが、大多数はこの刃型である。重さは鉄や青銅の矢尻に匹敵するという、重いほど打撃力が増す。 縄文時代には鹿やイノシシを取るには軽く、早く、遠くへ飛ぶ矢尻で、十分有効であった。しかし、弥生時代に入っても初めのうちは軽い矢尻を使っていたが、紀元前1世紀から1世紀頃の近畿地方から、香川県にかけての地域では、形が大きく重さも重くなり、深く突き刺さる矢尻が現れるようになった。つまり、武器としての使用も増えた。 文献上の記録として、日本三大実録に、旧世紀末石族が発見された記事があるが、人工物であることは忘れ去られ、天神が用いて地上に落としたものと解釈されている。石族が、イニシエの人工物と認知されたのは、江戸時代になる。出土石族が伝説として解釈される事例は他にも、あり、奈良県、柏町市で語られる例では、 戦場時期という場所があり、楠木正成が矢の欠乏のため苦戦し、石を削って矢尻としたため、今でも石族が出土すると伝えられている。これは石器時代の出土石族を中世の武将伝説と関連づけて説明したものである。石族の変化石族は縄文の初めから弥生前期まで一貫して、大多数が2グラム未満。 1>, 1から3センチメートルの範囲に収まっていたが、弥生中期に深く突き刺さりやすい形の石族が高知清集落の出現とともに近畿地方に出現し、大量に出土している。弓矢が武器に変質し、戦争が行われたと考え、中国史書の和国大乱の記載と称応させる解釈は現在広く認められるようになった。 吉野ヶ里遺跡で発掘された亀館の中から多くの矢尻が突き刺さった一体の人骨が見つかっている。部分的に磨いた石族、惰性の石族、サメの歯で作った矢尻など10本が刺さっていた。製造方法材料は黒曜石や粘板岩、血岩が多い。白変石器に属する。写真は突起を伴わない石族であるが、 矢の先端の反対側に突起を持つものもあり、これは有形石族と呼ばれる。縄文時代では原石を打ち替いて白片を作り、それに細部の調整を加えて制作した。ほとんどが打製石器に属する。弥生時代以降から側面に磨きをかけた魔性石器としての石族が増える。矢柄への取り付けや柄への取り付けは、環状の植物の凹み部分などを利用し、 紐などで縛ったものであろうと考えられる。有形石族の場合は、突起部分を凹み部分とか見合わせて、強度を増したものであろう。なお、東北、北海道地方では、石族からアスファルトが検出される場合も多く、秋田県の油田から流出する天然アスファルトが交易の結果、北日本一帯に流通していたことが判明している。石森石族を漁具として使用した例もある。 その場合は骨格器である回転仕切り頭盛りの先端につけたものと考えられているが、沿岸部では稀に有形石族に似ているが、基部が太く、荒い作りの惰性石器が出土することがあり、これは石族と区別して石盛りと呼んでいる。石盛りは出土量そのものが乏しいので、使用法も含めて解明されていない部分が多い。 アメリカの研究者サクソン・ポープの実験的研究によって、打声石族の貫通力が鋼鉄製の矢尻より、勝るという結果が出ている。ポープは6年間弓の修行を積み、その後に貫通力の実験を行った。同じ弓で同じだけ絞って、遠距離から的を射るというものであった。敵には木箱の中に牛の肝臓を入れ、箱の外側には鹿の毛皮を貼り付けたものを用いた。 黒曜石の脱性石族と鋼鉄の矢尻は同じ重さのものを使用した。その結果、石族の矢の方が25%貫通力が増ることが判明した。射程距離を変えても同じ結果だったとされる。ただし、サハラ・マコトは、これは生身の相手に対しては石族も脅威だったということであり、日本では甲冑の普及に伴い鉄賊の方が有利となり、 鉄製甲冑によって、鉄属がさらに重くなったと指摘している。通り天遊楼殿の記述には、3世紀頃、現在の宴海州から、国立高下流域に住んでいた人々が、青い石で矢尻を作っていたが、その鋭利なことは、鉄も貫くほどだったとあり、石材によっては鉄に勝ったと記す。ありがとうございます。